全国150万人の釣りファンの皆さん、こんにちは。今日はですね、ドローンフィッシングでロッドとリールが必要になったのでですね、安いロッドを探そうかなって思ってます。ドローンフィッシングになんでロッドとリールが必要なんだって言われるかもしれませんけど、とりあえずそこは置いといて、リールね、うちあった気がするんです。小学生の頃に買ったもうね、20年選手のねリールがねあったんですけど、それがちょっとねさっき探したんですけどね、見当たらないんでね、もうしょうがなくね500円だったらいいかなと思って今探してるんですけど、こんな感じでね、415円とかで売ってるんですよ。こんな感じ。昔さ、なんかワゴンセールとかでさ、リール売ってたけど、さすがに500円ってことなかったと思うんだよね。980円とかだったと思うんですよ。ていうかね、今日ね、上州屋見に行ってきたんですよ。そしたらね、1キュッパとかね、1パッパとかで売ってるんですよ。なので、それ買ってもよかったんですけど、やっぱ中華から買おうかなっていうね、ことで、ちょっと500円で買えるんでね、そしたらロッドとリール500、500で1000円で揃えられるんじゃないかってね、ってことでね、今ちょっとまずリールを探してるんですけど、0.3 ミリライン、アバウト40、50だからね、0.3 ミリって、だいたい3号から 3.5 号らしいですね。4、50メーター、十分でしょう。サイレントアンチリバースシステムっていうのは、これはカチ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 っていう、あれなんて言うんでしたっけですよ。ドライバーとかにもあるじゃないですか。仕組みがあるよってことですよね。オールメタルホールディングアーム、ロックアームキャンピーレフトライト、これ左と右で切り替えられるってことですよね。僕ね、もう知識が小学生の頃でね止まってるしね、もう記憶が全然古いんでね、ついていけてないんですけど、ドラグってありますよね。これドラグの機能ってついてるんですか？僕ね、一応最終目標はマグロなんで、これあるか？ドラグ機能わかんないな、これ。釣り知らない人に説明するとですね、例えばこれでね釣りしてて、荒川で釣りやっててマグロがかかった、その時に要は逆回り防止機能が働いてるわけですよ。カチ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 っていうね、ラチェットみたいな。で、じゃあマグロがねかかった時にね、引っ張られたら持ってかれちゃうじゃないですか。その時にこれ何なんですかね、クラッチかなんかが滑るのか何なのか、仕組みはちょっとわからないんですけど、とにかくはですね、強い力で引っ張られた時に糸が出てくんですよ。滑ってね出てくんですよ。その調整をできるんですよ、ここの丸いところでね。それがドラグ機能っていうんですか。名詞と動詞がちょっとわけわかんないことになってるんですけど、そういう機能が普通はついてるんです。ないやつもあるらしいんですけど、でその機能がないことにはマグロは釣れないんでね、どうなのだからっていうね。ただこれ見た目がやっぱ安っぽい、500円にしちゃ高いんだけど、やっぱ安っぽいじゃないですか。もう明らかにワゴンセールって感じしますよね。これはちょっと459円。10メーター先から見たら、全然いいんじゃないですか、これ。ねえ、10メーター先から。やっぱシルバーが一番高級感あるから、もう黄色とか赤とかさ、青、どうかな。こっちの方がやっぱ高級感あるから。メッキを多用してね、多少でもね、もうちょっとかな。レイトリール、とんでもない予算オーバーですね。これどうですか、これ見た目さ、これ 10m 先から見たらこれ金属に見えない。これメッキ、これ遠くからね、いい感じだで、これ。これいいじゃん。498円。ベアリングクアンティティ。これ何なんだろう。1000シリーズ。安い !49%! 49%? これが安くない ?QBB。わからん。レシオ 5.2 対1。わからん。カープリール、スピーニング、フィッシングリール、フルメタルラインキャップ、ウィス、グラファイト、スプール、タックル、スピン、カーブ、オートマチックフォーディング、オールメタルスチールハンドル。オールメタルスチールハンドルかなりなんか金属使ってる感じ。キャンビースワップダラン。ベアリング級9スチールベアリング。ここはわからないな。プラスワンウェイ、ワンウェイ。ベアリング、ストラクチャーフォーザデュアルベアリング。ベアリングだ。ベアリングか。キャリア、ジャーマニー、インポーティドナイロンエンジニアリング、プラスチックス。プラスチックメインボディオブザアドバンテージオブタフネス。9ボルタ、そういうこと？少ない気がするんだけど、そう言われると。数字書いてねえじゃん、これ。おい。YD5000。1000。わかんないよ、これ。並べてくれないとさ、1000とか5000とか言われても、フィーリングじゃないですか、それ。めちゃくちゃフィーリングじゃない、その1000とか5000って。ちょっと見ようよ、写真があるぞ。なんだって。星3ですね。 Today I received this reel was normal good but I ordered two types of different color but sells me same color reel。 別に品質に関する問題じゃないですね。これ1000とか2000とか3000ってロシア語じゃわからないな。ブルーいいかな。シルバーの方が高級感ある。シルバーだったらさ、全然値段、なんかパーツがないじゃん。パーツがないのかわからんけど。こんなの普通ですから。シルバーの方が高級感はあるよな。青はさ、どんなに頑張ってもさ、5000円って感じじゃん、この青は。いや、わからんけど。シルバーは、どっちがいいかな。シルバーの方がいいかな。これ、ライン巻いたら、ここね、やっぱ違ってくるんだよね、これ。ここに巻いたらさ、わかんないよ。化けるよ、この青。どっちしよっかな。1000でいいでしょ。2号、これ2号ってさ、これ世界規格なのかな。2号で 100m ってことでしょ。4号でね、4号だとこれどうなるんだろう。50m ぐらいいけるのかな。であれば僕これ1000でいいんですよ、これ。やってきました。フィッシングリール 100g3 ドル。3ドルの価値なんですかね。開けづらい包装ですね、これ。なんかあれみたい。CPU みたい。インテルの。大きさと色的にね。D-Yuan。8ボールベアリング。そんないっぱい使ってるんですか、ベアリング。それがワンコインですよ、皆さん。安すぎません？なんか結構質感いいや。重さも結構ある。これ見た目全然ありじゃないですか。ワンタッチで。ネジ式じゃなくって、なんつうの、こういうヒンジ式になってて、あ、いいね。滑らかよ、ベアリングの感じも。アップにすると、まあ、こんな感じで、これロックね。これでロックされると。ほう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 。もっとそのプラスチッキーかと思ったらね、ちゃんとね、そこまで安っぽくない。ハゲはあるけど、遠くから見たら別に普通だよね。やっぱここの塗装は安っぽいね。あ、でも遠くから見たらわかんないわ、これ。糸巻いたら。へえ。で、ドラグね、ここ、あ、ごめん、また映ってなかったね。ここでドラグの調整ね。はい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 。中は、これ分解したらわけわかんなくなりそうだな、俺。そんな、いや、分解はね、結構油がギトギトしてる。これ以上はちょっと分解しないようにしよう。こんな感じになってて。こっち側か。あ、こっち側か。逆にしてたわ。なるほどね。はい、じゃあですね、リールに、道糸を巻きたいところなんですが、ダイソーにはね、2号までしかないんですよ、道糸。なので、やっぱしね、大物を釣りたいんで、4号を巻きたい。となると、ハリスしかないんですよ。4号がマックスですね、ダイソーは。道糸は2号がマックス。なので、ここに4号のハリスを巻いていきます。先をどこに引っ掛けるかね。倒して。きっちり。大体きっちり巻きました。これでも十分負けてるのかな。 60m でも、でもね、長距離飛ばしたいんで、60だとギリギリなんですよ。今 50m プール1本分で考えればね、まあ十分とも思えるんですけど、十分かな、 60m で。結局、1本だけにします。60m だけにします。こんな感じで巻きました。ね。500円のリールとは思えないですよね。まあ、全部ハリス、一緒でしょ、ハリスも、道とも。